こんにちは、チャイルドシートラボです。今回は巻き越しのキャリータイプベビーシートの2機種ヘブル360とこちらカブリオフィックスアイサイズの違いについて簡単に説明していきたいと思います。この2機種の大きな違いはまず重量です。こちらヘブル360が重量 4.3kg、 カブリオフィックスアイサイズが 3.2kg と、カブリオフィックスアイサイズの方が軽量になっています。両方とも月齢15ヶ月ぐらいまでを目安にしているんですが、ヘブル360が身長83センチまで対応するに対して、カブリオフィックスアイサイズが身長75センチまでということで、使用期間としてはヘブル360の方がより15ヶ月まで確実に乗れるようなサイズになっています。共通するところの、あとは操作性の違いですが、カブリオフィックスアイサイズの方はハンドルの角度を切り替えていただくときに、こちらのプッシュボタンを押しながら角度を変えていっていただくと、若干まあ押しながらこうちょっと手首をひねるような動きになります。対してペブル360はこちらのグレーのレバーを握っていただいてそのまま動かせますので、直感的な操作としてはややペブル360の方がやりやすいかなと思います。続きまして、こちら3キャノピーの長さの違い、こちら横から見ていただきますと、ペブル360の方がですね、より深くかかる3キャノピーの形状になっております。カブリオフィックスアイサイズはペブル360に比べるとやや浅い形状になっています。こちら両方ともですね、3キャノピーだけを独立した開閉ができるようになっておりますので、使い勝手はほとんど同じかなと思います。本体の作りもやはり軽さを重視したカブリオフィックスアイサイズの方は至ってシンプルな構造になっておりますが、ペブル360に関しましてはこちらにですね、クリマフローと言われるメッシュになっているパネルがついておりまして、こちらでシートの中のこもった空気とかを逃がすような構造になっているので、汗蒸れに対して効果的な製品になっております。で、次に新生児用のクッション、これ外した状態でご覧いただいてますが、ペブル360の方は体全体をですね、大きく囲むように厚めのクッションになっています。頭の部分と一体型です。で、それに対してカブリオフィックスアイサイズの方はこのように頭と体の方がですね、分離されている、どちらかというとちょっと薄手の作りになっています。で、こちらの2つの製品、機能面として大きく違うところはお子様の成長に合わせた調整でございます。こちら肩ベルトの高さと頭の部分の高さというのは、このヘッドレストの上にあるつまみを引いていただくと、これで高さの調整が簡単にできるのがペブル360です。カブリオフィックスアイサイズの方はこちらベルトを通す穴が2箇所ありまして、お子様の成長に合わせてこの肩ベルトを通す位置を変えていただくという形になりますので、より簡単にお子様の成長に合わせて調整ができるのはペブル360の方になっています。シートベルトの取り付け方法につきましては、ペブル360もカブリオフィックスアイサイズも、ほとんど取り付け方法は一緒です。アイソフィックスで固定いただくときには別売りのアイソフィックスベースメントというものをご使用いただくんですが、そのアイソフィックスベースメントがそれぞれ、各製品によって、設定が異なります。こちらペブル360の方は対応するベースメントがファミリーフィックス360といいます。こちらですね、シートをつけた状態でシートが回せるという、回転機構がついた、ベースメントになっています。で、こちらの回転するベースメントは、お子様が大きくなって、このペブル360を卒業した場合、そのまま外してベースを残したまま、こちら4歳頃までお使いいただけるパール360という製品を、ドッキングさせて、そのまま回転式チャイルドシートとしてご使用いただくことができるのが特徴になります。で、こちらカブリオフィックスアイサイズに対応するベースメントはこちらのカブリオフィックスアイサイズベースという、もう専用のベースになります。こちら、乗せるところとかはですね、先ほどご覧いただいたペブル360と、ほぼ同じです。ただ大きな違いといたしましては、こちらカブリオフィックスアイサイズの、専用のベースメント、こちら回転しませんので、あくまでもお子様の乗せ下ろしの際に付け外していただく形になります。あと、こちらはカブリオフィックスアイサイズ卒業と同時に、このベースメントに使えるこの先対応するチャイルドシートというのはないので、あくまでもカブリオフィックスアイサイズの使用期間と、
こちらベースメントの使用期間同じ使用期間ということになります。でこちらの2機種、それぞれトラベルシステムとして、ベビーカーにもドッキングが可能でございますが、ペブル360の方はですね、同じマキシコ市ブランドのレオナ、あとエアバギー、オランダのベビーカーブランドのジュールズのベビーカーにもドッキングができます。こちらカブリオフィックスアイサイズの方も、レオナとエアバギーの方にはドッキングができますが、ジュールズのベビーカーには対応しておりませんので、その辺お選びいただくベビーカーによっても変わってくるかなと思います。ということで、機能充実ペブル360と軽さ重視のカブリオフィックスアイサイズ、お住まいの環境とかですね、どこを重視されるかによってお選びいただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。